皆さんこんばんは、ドロサオリです。はい、前回の動画でランキングダンジョンを撮るとか言ってたんですけど、まさかの、11月8日の日曜日に今撮ってるんですけど、今日終わるっていう展開になってしまって、ちょっとそうすると終わった後の投稿になってしまうのはちょっとあれだなと思って、ランキングダンジョンはちょっと今回諦めました。ちなみに現段階、ではこんな感じになっております。ちゃっちゃらー、なんと 4.7%、 多分あと4時間で終わるんですけど、まあ、ちょっと 10% 以内は確定したんじゃないのかなと思っております。やったぜ。今回もベジットパーティーでランキングダンジョンに挑んでおりました。ということで、今回今日はチャレンジダンジョンに、挑んでいこうかなと思ってるんですけど、一応ですねレベル8までクリアすることができまして、前回と前々回とか確かチャレンジダンジョン9途中私できなくてあげてないんですけど、ちょっと8まではなんとなくなんかスイスイスイっていけたので、いけんじゃねみたいなノリでちょっと今回レベル9を挑戦していこうかなと思うんですけれども、バトルが3個しかないので、とにかくスキルダメが厳しいけど、覚醒ラーパーティーでいきたいと思います。こちらですね、テンプレいつものパーティーなんですけど、ちょっとこちらでまず行ってみて、どんなあのダンジョンかちょっと分かってないのであれなんですけど、ちょっと様子を見てみたいと思います。では行きます。あ、色揃ってる、珍しい。おー、なるほど。でももうスキルが溜まってるんで、もうガンガン使っていきたい部分はあるんですよね。で、1回と2回と3回しかないから、ラーをボスで1回使うとしても、今ラー使ってもいいんだけど、でも光の4つ消しすればこれ突破できるんじゃない？だからイシスにします。で、ちゃんとやる、ちゃんと。紫の 2way も作った方がいいんだよね。紫、緑で下で赤の 2way、 青、緑、黄色の 2way って感じでいきます。こんな感じで、うまい。おー、いい、確定、確定。確定でしょ、もう。すごい。だってあれだよ、光カーリー198万出てたよ。リファイブ、リファイブって何してきたっけ、覚えてない。でも次の回で先生があるかもしれないよね。で、色あるんで、ここはイザナミを使った方が、でもな、石しずえ半のなんか防御を使った反面、なんかあんまり使いたくないんで、ラーを使いたいと思います。もしかしたらサクサクかもしれないじゃん。いや、油断は禁物、マジ禁物。で、色あるんで、一番下で青からの緑、赤の2ウェイと紫の2ウェイと黄色の2ウェイを組んだ方がいいんだよね。よし、私左側から作っていくのが好きなんで、左側から作っていきたいと思います。緑を持つ、緑をいきます。めっちゃいい感じ。おお、すごい。私ちょっと上手くなったし、11コンボこれ大丈夫でしょ、根性ついてないもん。やったー、超嬉しい。おー、気持ちいいね。なんだっけこれ。おお、紫と赤は別に消えても大丈夫。イザナミのスキルが使えなくなっちゃったけど、色がないから根性ないんで、
カーリーでいこうかな。カーリー一回使ったらイシスがたまるんで、カーリー使いましょう。ちょっと今流れがいいんでね、どしどし行きたいと思います。いや、さっきすごいいい感じに組めたな。天才的だった自称いや、私本当に昔全然組めなかったから。で、今回も紫の 2way は特に絶対作った方がいいですね。赤の 2way と光の 2way を意識しながら、青と緑がちょっと多いんですけど、できるだけ消していきたいと思います。で、これが確かね7秒パズルなんだよね。 4.5、5、6、6.5、7。 やっぱ7秒パズルなので7秒で組んでいきたいと思います。どうしようかな。赤を持ってた方がいいのかな。緑、青、あー、黄色、待って緑で、緑、あ、ちょっと待って、どうしようかな。上から作っていこうかな。紫、黄、赤、紫、赤、黄、はい、上から作っていくことにします。一か八かになっちゃうけど、赤は持たないで青を持ちます。うわ、怖っ、なんか怖いな。うち左から作りたい、実は。いや、左から作ります。やっぱりいきます。怖いんだけど、イシス使う、イシスからの闇カーリーでしょ。ここはもう緑ある、黄色ある、青ある、赤ある、紫ある。これ闇カーリー使わない方がいいのかな。なんか青がめっちゃ多いけど、赤の強い。闇カーリーは惜しみなく使った方がいい気がする。闇カーリー使います。で、これで決めたいんでラーも使います。勝負に出た。これはワンチャンありだよ。10秒、これで10秒になりました。紫の 2way は必ずで、黄色の 2way と赤の 2way から緑と青。10秒だから緑を持とうかな。いや、下から作っていこうかな。いや、緑を持とう。いや、苦手なんです私、右から作るの逆に苦手なんですけど、右から作っていきたいと思います。今回はこれを持っていきたいと思います。では行きます。運命、黄色の 2way、 紫の 2way、 赤の 2way、 青緑、 OK、 いくぞ。10秒、せーの。あー、紫ごめん。あー、ちょっと待って、これ時間が足りないパターン。まさかのレベル9、一発クリアです。やばい、びっくりした。おーし、やったー、イエーイ。ということで、チャレンジダンジョンレベル9まで無事にクリアすることができましたので、一
き続きレベル10に挑んでいきたいと思います。動画は一旦ここで切ります。またねー。